皆さん、2023年明けましておめでとうございます。今日はですね、1月4日で、まあ仕事とかね、市としては今日から仕事を行ってる人が多いと思いますけど、僕は今日もう休みです。今日は休みですので、ずっとね、明けまして動画を撮りたいなと思っとって、富田山ってあるんですけど、寒いな。表でロケは、表でちょっとロケは寒いですよ。寒いし、風がビュンビュンし、というわけで僕の実家の2階にいますよ。僕の、はい、所住の、はい。僕はね、ここはね、昭和レトロなって感じがして好きなんですよ。一応ここ亡くなった親父の部屋なんですけど、一回泊まりに来たな、去年ね。あの時に気に入っちゃって、レトロ感が、昭和レトロ感がすごい。今レトロブームだから。だから去年の終わりぐらい、12月の終わりぐらいに、なんかね、周りの人がみんなコロナになっちゃって、周りの人とか知ってる人ね、知ってる人が、方々が。で、僕の場合は去年の11月に5回目のミュー株に対するワクチン打ったんだけど、まあ今のところ大丈夫です。まあトシ君も一緒に動くけど大丈夫です。僕は4回目打って5回目はないけどね。まあそのうち来るわね。期間はまだ打ったばっかだから、あんまり気にするのかな。あ、そうか。かからん。そうですね、はい。ということで、今年の抱負いきますか。何かありますか。抱負ですか。抱負は特にはないけどね。まあとりあえず僕はね、今の現状の体より、良くなることないから、これ以上悪くならんことが抱負ですね。てか全然病気じゃない。そういうふうに見えるだけで、よく回転寿司2人で行くんだけど、寿司食べるのね、めっちゃ早いのよ。早いねえよ。いや、知らん間に寿司をもう寿司かねねえやろ。飲み込んどるやろ、ボーンって。まあ寿司は飲むもんやな。かまなかい。長谷園のあれやな、お茶漬けと一緒で、トシ君やってください。長谷園のお茶漬け、昔の CM、 今は出川ばっかりやけど、昔の長谷園。長谷園だから今何周年記念で、復刻 CM もやってるやな。ああ、やったか。お茶漬けのあのあれを、お茶漬けの、できたこのチンチンのお茶漬けを、チンチンの上でお茶漬けを、バーッて入れて、で、一生懸命かき込む。ええな、新春お笑いで。ああいう食べ方が俺もしたいなと思っとるけど、まあ、あんなやけどしちゃうかな。トシ君もなんか今年は僕の YouTube にもっと出たいとか言っとったもんで、トシ君コーナーを作ろうかなと思います。ええ、じゃあそんな急に決めるんじゃないな。初耳だ。あ、いいよ。あとはね、去年僕YouTube は5つの板あるんですけど、3つ目が1000に超えました。てか僕自体ね、巨人軍の YouTube はね、あんま見てないんですよ、実は。いや、他の人から見ると、なんかバラバラになんか新しいのを振るとごちゃごちゃで出てくるらしいわな。そうですね、僕はパソコンで見ると順番に出てくるんですけど、パソコンとかスマホとか連帯してるもんで、で、他の人から見るとなんか曜日とかもなんかぐちゃぐちゃになっとって、新しいのか古いのか、一応日付は言いたいんだけど、そういう、まだね、もっと今年の抱負は、例えば、もっと今年の抱負で、例えば、恋愛とかの。恋愛か、なんだ、レンタルおじさんか。レンタル、ああ、そうだよね。レンタルおっさんっていう職業があって、1時間1000円もらえるやつ、それに登録しなさい。いや、おったもんな。障害者でなんか人気があるレンタルおっさん。お前あれやね、投資が得意やで。投資大好きおっさんで。投資大好きおっさん。レンタル。
で、うん、私と言うと、ああ確かに私と言うと、なんかそういう、うん、あの恋愛関係では、ああまあ、まあね、あのね、最近もうハマりつつある、この、この、黄昏流線群。最初ね、トシ君に、あの、僕のクリニックにこれが、ビッグコミックあって、毎週これ読んでるんですよ。僕ああ毎週のこと言う。撮っちゃってるから。2週間に書いてるんですけどね。あうんまあ、これにハマってしまう。40代、50代の話で、そう僕ら僕中高年のね。中高年のお話で、うんうん、ちょうど僕の団地の中高年。僕らもうすぐ60、もうちょっとで60だから、まあまあまあね。たそがれ流星群や俺んだ。もうすぐ還暦だね。それを、うん、まあね、やっぱり、うん、40代ぐらいの 女の人と出会いたいな。最初に、トシ君にこれ見せたら、なんだ、聞き出しやんとか言って、全然無視しとって、あ急になんか目指した。違うって。意味わからんって。違うって、俺が映像とか言ってもいいに進めたい。じゃあ逆に。そうか。お前は基本もやもやアニメばっかりやったろ。もやアニメやな。あら、うん、こういうような劇画だとか言って、にへーんとか言って、キラとって、急になんか見たしとる。いや、あのね、あほんで、まあ、今日も自分の見たいやつを持ってきてこれ行ったんだよ。あのね、俺はあれでここに置いたんだけどね、たそがれ流星群。あれ、なので、うん、そういう、うん、あの、中年の方は、うん、で知らない方は、ぜひ、おすすめです。ビッグコミックか、うん、ビッグコミックスピリッツのどっちかに、うん、連載されてるもんで、あ、うん、昨日あれやな、コンビで見たらもう100何割だっけ100超えとったな余裕で超えとったな200超えとったっけ300超えとったな300超えとったか、うん、ああ、うん、じゃあ多分あれやろゴルゴ13の次に長い漫画だまあまあそこまでは関係ないゴルゴはもっと長いよあこっち亀が一番長いやろ今のところは終わったけど、うん、そうですねということで今年の抱負はとりあえずは健康維持する健康維持だねそんな俺はレンタローさんなんかやらないかでまあ、まあ一応僕はちょっとね、うん、ちょっとある意味で勝負の年でもあるので、うん、うん、トシ君はあのやん、うん、仕事を見つけなかった、ね、うん、俺は仕事したらもうドクターストップかかっとるから、仕事できないから、だから、うん、障害者の A 型支援、B 型支援ってあるんですけど、うん、うん、どちらもできない僕は、トシ君はね、はい、だから、僕は今。僕は今、まあ、失業保険で暮らしてますから、うん、まあね、うん、まあそれが切れる前に、うん、あれよあのスマホで登録したしいろいろしてその求人のやつほ、うん、うん、でその求人のやつ、うん、いろいろ見とるんだけど、まあ、まあねあの工場長候補とかさ、うん、あるわけねいやいやだいたいもう、そんなのバンバン来るんやって還暦に近い人が、まず正社員無理やしほんで、あとなんか研究員とかパートアルバイトで働く人開発研究員とか、そういうのを来る、バンバン来るんでか、うん、それやればいいなと、うん、エンジニアとか、うんうん、エンジニアなれるわけねえや単純な、何、うん、バリ取りとかさ、うん、そういうやつはできると思うよ障害者やからだから A 型支援とか B 型支援の仕事あ基本4時間で弁当も出てあるいは障害手帳持ったらなんてできんのいや関係ねえ関係ねえ関係ねえかできれば本当はね変わった職業がいいんだけどなあお見合いならいいなエンタメ関係がいいんだな宝石集めやろあ一番はこのあ僕の実家は一宮だったんだけど、あの、羽島のあそこが行きてんやろ羽島の中、あったな。ああ、映画資料館ね。映画資料館。うん。とちこのあそこで働き、一番そこやな。完全やな。まあな、うん。昔の古いなんか映画とか上映しとって。そうで、平日なんか来るわけねえし、ちょっと。で、前そこ行ったもんな。あ1点で俺いきなりあれやもんな。募集してませんかって聞いたあんな市役所のやつがやっとるやなあんな役所か役所やろそうかええー、や俺が目そこ入ったからにはもっとあれやぞ
映画に力入れるぞ、そのことは。まあまあ、そんな長いことを話したと思いますね。はい、じゃあ、皆さん、これでまたね、今年もね、いろいろよろしくお願いしますね。では、初週と、星、海田原くんの、TMS サイクルスター。はい、またねー。またねー。よいしょ、どうも。